バッサー。どうも、琵琶湖ガイドのなすびです。よろしくお願いします。6月の4日の琵琶湖、6月の4日も琵琶湖ガイドさせていただいておりました。で、今も少し荒れてるんですけど、今日は1日荒れておりました。で、ホッコはもうバーバー荒れで、何個もぼちぼち、風が吹いている、というような状況でした。で、明日の天気予報は、ローライトの風があまり吹かない予報で、明後日が、大雨でババ荒れなので、明後日は結構もうほぼほぼ出れないんじゃないかなというふうに踏んでいるんですけど、まあ、そういうような天候がコロコロ変わるような状況で、で、今日はまあ荒れているというような感じでした。で、朝一は少し肌寒くて、まあ、日中は、暑いですけど、風が強いことによって、過ごしやすいような天候ですね。なので服装は僕今こう T シャツに、まあ、こういうちょっとアウターというか、このなんていうんですかね、こうナイロン生地のウィンドブレーカーみたいなやつを着て、で、下は、夏用の長ズボン履いて、で、ビーチサンダル、まあ、こういうような夏にちょっと羽織りましたみたいな服装にしております。で、釣り方なんですけど、最近はエビモエリアをやっていることが多くて、で、エビモエリアに適したフリーリグ、そして脳進化、まあ、こういうような釣りをしているんですけど、まあ、昨日も動画で少しお話ししたんですけど、今日はそれらのルアーが全く釣れなくて、で、今日ゲストさんの、まあ、猫中さんっていう方がおられたんですけど、まあ、その猫中さんの、ひらめきで猫リグを投げました。同じようなエリアで、で、フリーリグ脳進化、全然バイトないエリアで猫リグを投げました。トルキーストレート 5.8 インチの 1.3 グラムの猫リグです。するとバイトがギュンギュンと増えるではありませんか。びっくりしました。猫中さんのおかげでございます。AKA 猫田中さんのおかげでございます。で、そんな感じで今日はひたすらエビモエリア、まあ、だったり、まあ、いろいろ回ったんですけど、もうひたすら猫リグを投げ込んで、拾っていくような釣り方でした。で、相方の、猫種さんもおられたんですけど、猫種さんもトルキーストレート 5.8 インチの猫リグで釣れました。なので、まあ、ここ最近のヒントとしましたら、琵琶湖エビモでフリーリグとか脳進化でももちろん釣れているんですけど、まあ、ちょっと渋いタイミングで猫リグは投げるのはありじゃないかなと思いました。もちろんエビモがたくさんあるとこだったらやりにくかったりもするんですけど、エビモが少しあるようなエリアでは猫リグが非常にいいんじゃないかなというふうには思いますので、ぜひ皆さん参考にしてください。で、今の琵琶湖釣るには結構シビアな状況だったりして、すごい、セレクティブなポイント選びだったりタイミングだったりする、感じがあるんですけど、まあ、ぜひなすびガイドでそういうタイミングとか捉えながら遊びに来ていただければなと思いますので、下の概要欄に僕のガイド募集日載せておりますので、そちらも確認よろしくお願いいたします。というわけで、猫リグで釣れたお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。